生命と高房は無根を追い詰めるも取り逃がす。何度も失敗する生命に高房は五芒星群を離れることを示唆する。一方、土方は黒魔術軍と手を組み、魔界水軍を襲う。クロイス、左近、竹夜叉を加え激闘を繰り広げるが、最後はお市の方によって夕顔が捕らえられてしまう。そして、最後の戦いは黒魔術軍から裏切り者として追われることになった真田十勇士と、才蔵を取り戻そうとする刑事、安成、鶴姫が激突する。悲しい刑事と才蔵の運命はどこに向かうのか。そして、同漫が語る真田一族の動きは。